どうも、トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミです。今回は先週東京で開催しましたヤンフェス2024の様子をお届けします。初の試みである発表会イベントでしたが、15組に上るご応募をいただき、トランペットやフリューゲルホルン、アルトサクソフォーンにホルンなど、楽器も経歴も様々な参加者の皆さんが集いました。遠くは石川や三重など遠方からはるばるご参加いただいた方々も。本当に皆さん素敵な演奏でしたので、ぜひマミヤンチャンネルの視聴者さんにもお裾分けしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。ただいまよりヤンフェス2024を開演いたします。難しくて、いつもいつも壁にぶち当たりながら頑張っています。
かがでしたでしょうか。この動画、良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また X、Instagram、TikTok、スレッズもやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。正直目が回るほど大変ではありましたが、当日は皆さんのご協力もあり、なんとか無事にイベントを終えることができました。そして何より参加者の皆さんの音楽に対する熱意、そしてチャレンジする精神、とても刺激を受けましたし、やってよかったなと思える一日でした。音楽で表現する、そんな幸せ空間を来年以降も継続して作っていければいいなと改めて決意させられた、そんなイベントでした。ヤンフェスが今後1日、3日間、1週間といった具合に大きなイベントに成長していければいいなと思います。夢が広がりますね。最後になりましたが、参加してくださった皆さん、ピアニストのゆきやんこと二宮ゆき子さん、ご来場くださいました皆様、会場の深川江戸資料館の皆様、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。